皆さんこんばんは。皆さんおはようございます。銀次です。ということでさで、昨日さ、すごい寝不足で、あの、家帰ってからさ、もう帰って晩ご飯食べて即攻寝落ちして、何起きたらさ、また3時ぐらい夜の、<laughs> 深夜の3時ぐらいに目覚めてから、今が朝5時ぐらいなんですよ。で、また朝起きてます。でもさ、 結構朝起きてたらさ、いろいろできるんですよね。そう洗い物したりとかさ、なんか、ちょっと片付けしたりとかさ、結構時間がある。だから朝,朝から頭にタオル巻いちゃってさあの、もう出勤の準備も済ましちゃって、あの、なんか、のんびりしてる、すごい。でも一日長いんですけどね、また朝家出てさ、仕事行って、この家に帰ってくるのが夜の10時過ぎぐらい、じゃあ10時前ぐらい。 めちゃくちゃ早ければ9時とか9時台には帰ってこれるんだけど大体帰宅がさ22時前ぐらいになるからさ、まあ、マジで拘束時間長いわけ今の仕事ねまあそんな感じででね昨日ねあの出勤してさちょっと休憩中にさ外出てもうちょっとフラフラ歩いてたんですよ道をねあの職場の近くのね道をふらふら歩いてたらさあの本当にですよ 本当に突然あのなんか家族連れ家族なんかお母さんとおなんかママ友みたいな,なんかママお母さん2人と子供が34人ぐらいいるなんかグループがちょっと近くを通ったんですよでさなんかキャッキャキャッキャ子供たちが言っててさなんかママ友みたいなグループおるなって思って普通にまあ俺泊まってたんですよぼーっとして道のね橋で泊まってたらさいきなりねその中の一人の女の子がさ 子供はみんなまあ、小学校低学年、1年生とか2年生か、それ以下ぐらいに見えるんですよ。全員ね、子供が。その中の一人の女の子がさ、タタタタタタって俺、いきなりですよ。いきなり俺のところにタタタタタって走ってきて、何この子どうしたと思ってさ、えってなったらさ。本ほんとね、あの、うい、みたいなさ、ボラギノールなんだけど、いう話で。 って感じでさ、なんか差し出してきたわけ。で、俺、え、え,えって見たらさ、あの、落ち葉。<laughs> 道に落ちてたこのなんか何、茶色い葉っぱ一枚。え、ものすごい目キラキラしててさ、輝いてて、女の子がね、キラキラして、笑顔で。で、差し出してきてさ、くれたわけ、落ち葉を。で、あ、ありがとうって言って、<laughs> 落ち葉をこうやってもらって俺ねで女の子またタタタタタっお母さんのとこ戻っていってさもう全員笑ってんのねお母さんも「えー、すいません」って言ってねなんか知らんけどうちの子が落ち葉なんかあげちゃってすいませんみたいな感じでさ謝って俺も「いえいえ」みたいな感じでこんななってさでなんかねほら昨日の朝あの仕事辞めると思うっていう動画撮ってさなんか 気分もやっぱパッとしないわけですよ。そんな話題です,しですしね。別になんてことはないんだけど、なんかその日もさ、もうほんと気分良くなかったの。一日ね。仕事やってて、あ、やっぱりこの職場無理だわと思ってね。なんかいろいろ。ダメだこりゃって感じでさ、なんか、テンション的にはさ、もうだだ落ちのズズ落ちのさ、だるって感じだったんだけど、寝てもないしね、あんまり。寝れてないし、だるって感じだったんだけど、もうその女の子がさ、落ち葉かなんか一枚くれただけでさ、なんか、 めちゃくちゃさ、え、どうしたのってすごい救われた感じ。なんか、な、なんでこれをくれたのって、しかもすごい目キラキラしててね。可愛いんですよ、すごくね、女の子ね。で、本当に悪意とかじゃないんですよ、もちろん。お母さんたちももちろんね、笑ってるんだけど、その悪意で笑ってるんじゃなくて、本当にごめんなさい、うちの子がそんなのあげちゃってっていう感じなんですよ。でもなんかさ、俺、え、何この子すごいと思って。 あの一瞬で心がなんかね、現れたって感じがしてさ、あので、しばらくそのね、落ち葉俺、持ったままさ、30分ぐらい、ずっとさあの、手に持ったままさ、捨てれなくてなんか、あの、持ったまんま、いやー、なんだったんだろう、あの女の子はね、なぜ突然、俺に対してその落ち葉って、落ちてた葉っぱをあげようと思ったんだろうって、それがすごい気になってさ、もちろん聞けてないんですよ。な,なんでくれたのとかって聞けて、びっくりしてありがとうって言ってもらっちゃったんだけど。 いやーそんなことってあるんだな。<laughs> あるんだなと思ってね。生きてたらね。おかしなこと。え <laughs> 俺はさ、その、突然そういうものを人からもらうってことがさ、人生で、あの、2、3回あるんですよ。まあさ、その落ち葉もさ、そのうちの1個、サプライズって感じでさ、あの、普通にな、普通になっていうかさ、普通に考えたらさ、落ち葉なんかもらうってゴミなんだけど、もちろんね。 でもなんか心がさそれ、それをゴミとして全く認識できなかったっていうかさ、なんかこの時この瞬間この子がさ、どういうわけか俺にそれをそうやってキラキラした目で、はいって感じでどうぞって感じでくれたのってさ、なんか運命的な感じがすると思ってね。もう顔も思い出せないんだけど、とにかくなんか可愛くてキラキラ目がキラキラした子供だったなっていう、女の子だったなっていう印象しかないんだけど、あの、ある時俺がね、オーストラリア、 に、まあこれはライブではさ、何回か言ってるし、もう今更なんかね、そのこと、その時のことどうだこうだっていうのもあれなんだけど、ワーキングホリデーし,たしてたことがあるんですよ、オーストラリアに。で、ワーキングホリデーしててさ、あの、俺は当時オーストラリアで、あの、ほとんどずっと一人っきりだったんですよ。ポラギノール持ちながら言うことかよって感じなんですけど、<laughs> 一人っきりでさ、いつも一人でいて、オーストラリアにいてもさ、日本にいても全然変わらないみたいな暮らしだったんですね。 で、ある時さ、あの、オックスフォードストリートっていうシドニーのあの、新宿2丁目みたいな通りがあるんですよ。そのオックスフォードストリートで、あの、なんかゲイバーかゲイクラブかなんかに行って、ああ、今日も別に何にもなかったなーって。ぼーっとしてさ、なんかただ疲れただけで、何の出会いもなく、何の収穫もなく、<laughs> 収穫って言ったらちょっと原因に聞こえるけど、何にもなくさ、ああ、今日も何にもなかったって、もう虚無みたいな。 ボケーっとした感じでさ、疲れて、もう、バスとかも終電終わってるしさ、もう帰るってなったらタクシーで帰るしかないんだけど、多分その時はさ、俺、どっか、あの、泊まってた宿は多分、後方で帰れるとこに多分いたんですよ。だから別に帰らなくてもいいと思って、もう朝までどっかいたろうかなと思ってね、疲れて。で、オックスフォードストリートからちょっとまっすぐ行くと、 確かタイムズスクエアみたいななんかなんとかスクエアっていう大きな交差点があったんですよね、確か。で、その大きな交差点の橋の角のところで、あの、もう疲れて、うずくまって座ってたんですよ。今みたいにこうやって油か,か,かいて、疲れたと思って、<laughs> ぼーっとしてさ、それが深夜の2時とか3時ぐらいだったんですけど、で、ちょ、ちょっと離れたところにさ、ホームレスも座ってたんですね。おっさんが。 で、ホームレスのおっさんからちょっと離れたとこね、俺もあぐらかいて地面にそのまま直でさ、若いし別にもうそんな気にしないからさ、だるーと思ってさ、す、うーって座ってたらさ、目の前をね、あの、オーストラリア人の白人の男女のカップル、20代半ばか後半ぐらいのさ、カップルが通ったんですよ、目の前を。2時か3時ですよ、それ。通ったんだけど、音、その男性の方がね、その前を通ってきた男性の方がいきなりさ、こうやって、 って言って俺にね、なんか私差し出してきたんですよ、何かをね。ほんで俺、えと思ってさ、な何と思ってパッて見たらさ、20ドル札。<laughs> 20ドル札をさ、なんかポケットから出して、で、これ出してね。多分正確には分かんないんだけど、これでなんか美味しいもんでも食べろって言ってさ、俺にくる、だ差し出してくれたわけ。で、彼女の方は、あなたやめなさいよって、そんなこと言ってね。 あの多分だけどいやこの子ホームレスじゃないんだからやめなさいよそんなことっていう感じでさちょっと止めたんですよだけど彼男の方がさ「いいんだいいんだよもうこれで食べな」ってなんか美味しいもんでもって言ってさ多分ですけど俺その時27ぐらいだから相手の方が年下の可能性もあるぐらい若,若い男だったんですねで27がさその辺のカウトにさあのぐらかいて座ってたらさホームレスみたいな感じでお金くれてさで俺もえってびっくりしたんだけどもうとにかく もうこうこやって食べろなんか食べろやるからって言ってくれたからさ20ドルもらってラッキーみたいなねもらってああそうかなんかすごい親切な人がいきなり20ドルくれたわと思ってねであのそのオックスフォードストリートにさいつも見てるだけで買ったことがないピザ屋があったんですよでそのなんかそのピザ屋ってね多分24時間やってたのか分かんないけど とにかく、ものすごい深夜までやってるピザ屋だったんですよ、それがね。ほとんど閉まらないみたいな、朝、朝方まで開いてるみたいな感じのピザ屋があって。で、その通りにはまたさらにハングリージャックっていう、あの、ハンバーガー屋があったんだけど、いや、俺はハングリージャックとピザどっち食べようと思ってさ、あ,あ、ハングリージャック食べよう、あ、じゃあじゃあピザ食べようと、あれ食べたことないからって、ハングリージャックはさ、俺食べたことあるから、別に。だからあ、あのピザ屋でピザ食べてみようと思ってさ、 あの5ドルか6ドルぐらいのピザをその時買ってあのまた元のさあの交差点の角に座ってくちゃくちゃとピザを食べたっていうねその時もねなんか「えっ、ー、何なんだろうこの人」と思ってねいきなりお金こうやってくれて落ち葉じゃなかったけど <laughs> そうやってくれたことがあったんですよねえそういうことってあるんですね世の中優しい人がいるもんですね だから別にね、その人たち、その時さ、なんか、すごい不思議な感じ。なんでそんなことを施してくれたのかなって。まあ今日、昨日のさ、女の子もそうなんだけど、なぜ急に別に他に人いっぱいいるんですよあ。通りでね、俺以外にもね、人間がいっぱいいるのさ。なぜわざわざあの女の子俺のところに来たのみたいな。感じだった。うん。まあね、他にもね、あの、物を突然もらったってことあるんだけど、まあまたそれはね、 別の機会に話しますね。<laughs> っていうことで。いや、本当にね、あの、昨日のさ、仕事辞める話にはさ、もっともっとね、あの、深い話があるんですよ。深い話があるんだけど、それは辞めてから話そうかなっていう気持ちしてるし、まあ辞める前に話してもいいんだけど、まあちょっと話すとさ、説明が長くなるから、 また別の機会にね、話せればいいかなと思う。またそういうことをやっぱ俺ね、このライ動画とかさ、ライブで発信していきたい。人間、え、どうしてそんなこと言っちゃうのとかさ、どうしてそういう言動を取っちゃうのとかさ、そういうことですよね。昨日もさ、ほんとそれをひ,ひしひしと感じてさ、とにかく俺がさ、今の職場を辞めるっていうのはさ、自分の中にあるその、転換期を感じるっていうのもそうなんだけど、やっぱりね、 あの、あまりにもさ、世の中の人が人のこと信用してないっていうかさ、もちろん俺も信用されてないんですよそ。それがもう最大の原因ですね。自分のことをさ、信用してくれてない職場で働けます皆さんだったらね。俺はもう無理なんですねあの。信用されてないんだったらこちらも信用することはできないと、相手のことをね。俺はそもそもがさ、結構信じやすいっていうか、あんまり元々から人に対して敵が心がないし、ほとんどで、ね。 あの誰のことでもすんなりさ、信用しちゃったりさ、信じたりするタイプだから、だから逆に、すごい猜疑心の塊でさ、あの、絶対この人はこう言ったらこう思うはずとかって思ってる人結構いるでしょあの、特にこれはね、感受性が強いとか、まあ人の表情とかさ、そういう仕草とか、まあちょっとしたところから、あの、相手の思ってることを読み取るっていう力が強ければ強いほど、そういう人ほど思ってる人が多いんですよ。 多分この人はこう考えてるはずとか、こう感じてるはずとかって。えそれがずず外れしてんのに、いや、あなたこう思ってるんでしょとかって言ってくるからさ。いや、それはあなたが単純に俺のことを信用してないからそう感じてるだけで、俺はそのこと一、二対一も思ってないですって、いうことを俺やられまくったんですよ。ここ最近ね。いや、だから、あそんなに信用できないんだったらもう別に、信用してくれなくていいです。その代わり、私の中にあったあなたへの信頼も、それと同じ分だけ減退してマイナスになって、 なかったことになっちゃいますよっていう。そういう話なんですね。で、それってさ、ちょっと、あの、今、勤めてる状態だと、詳細まで話せないからさ、あれなんだけど、やめたら結構ね、あのこ細かく話していこうかなと思う、そういう話ね。うん、結局、人の信頼関係の問題、話なんですよね。うん。<laughs> ってことでね、昨日は、まあ、気分があんまあ良くなかったんだけど、でも、女の子がさ、<laughs> なんか、葉っぱくれたからさ、ちょっと気分が持ち直して、 あ、なんか、んかいい、なんか可愛い女の子だったなと思ってね, <laughs> ねえ。そういえば過去にも20ドル札を、あの、オーストラリアのオックスフォードストリートのカードでもらったことあるなと思って。でもちょっと嫌だったのがその時ね、その20ドル札もらった時ね、すぐ近くにホームレスが座ってんですよ。でね、そのホームレスが見てたわけ、俺が20ドルもらうところをね。 本来ならその20ドルをホームレスの方にあげたって言いわけ俺はその時お金は別に困ってないからなのにさホームレスがなん,かなんか言ってきたわけ俺にねめ「よかったなよおめえ金なんかもらいやがって」とそのホームレスがさ小汚いおっさんが言ってきてさもうそ,それ以前にそのねあのホームレスのおっさんはさ「タバコくれ」って俺に言ってきたんですよだけどタバコなんかさその時俺吸ってたか忘れたけど なんか持ってたか忘れたんですけど、ないって言ったんですよ、タバコね。ないけど、ガムならあるけど、ガムならあるからガムあげるって言ったらさ、あのー、文句言われたわけ。なんでガムかよ、みたいなね。いや、ガムでも、お前噛めるだけやるがいと思ってね。<laughs> 文句言ってきたからさ、な、ね、このさんって感じでさ、もう無視してたんだけど、またやや言ってきたからさ、それだけちょっと嫌だったけどね。<laughs> いや、普通文句言う普通。そんなタバコなんか吸わない人持ってないじゃん、当たり前にね。 でも俺オーストラリア時代はさ、こういうなんか紙の巻きタバコみたいなやつさ、持ってたから、よく <laughs>。持ってたから、吸ってたんだけど、その時に多分持ってなくて、でもガムだけあげたら、受け取ったんですよ、そのガムもね、もちろん。ガムならあるよって言ってあげたらさ、こうやって受け取って文句言うからさ、じゃあ受け取んなよって思うしね。べ <laughs> っちって話。そんな話でした。ということで皆さん、次の動画もまた見てください。 じゃあね、っていうか、ライブしたいんだけどな十19日はさ、ちょっとようあるでしょ休みなんだけど、うん、20日ぐらいにライブしようかなまたねここと、今月の。20日ぐらい、二十日の夜にライブしようかな、ちょっとだけ。20日って、土曜日か。うん、まあ、それまで皆さん。あ皆さんもあの、お体に気をつけて、健やかに。 お過ごしください。ということで今日も一日。頑張りましょうね。じゃあね。